武蔵剣の映画に生きる。Turn
皆さんこんばんは。武蔵県の映画に生きる始まりました。今日は最初にね、森田さんのこの歌から始まったんですけど、まさに今戦争真っ只中ですね。もうロシア、もうウクライナはちょっとねひどすぎますよね。どっちにしてもね、両方がもう妥協しないんですよ。徹底抗戦って言ってる以上はね、これそう簡単にはもう終わんないですよね。いろんな周りの首相、大統領、ね、国連とかいろんな人が会議でね、いろんなことを動いててもね、なかなかこれね、結局言ってるね、国のトップは自分が現場行って死ぬか生きるかじゃないじゃないですかね。みんな死ぬのが一般市民とか兵士でしょ。他人事みたいですよね、林がね。己がね、先陣切って行ってね、昔のよく映画で出てくる旗持ってトップを切って走ると、こういうことやるんだったらまだわかりますよ。自分が生きるか死ぬか、二人トップがね、現場に行って陣頭指揮取ってやると、それならまだわかりますよね。もうこれとにかくね、早く収束してもらいたい。こんなね、悲惨なことはないですよ。一番ね、人間として最低なね、やっぱりもうおぞましいことですよ、戦争はね。本当もう早く終わることをもう切に祈ります。さあ、今日は UI ですね。こんな時もね、まだコロナもね、今日も8000人越してますよね。横ばいのなんか感じでね、全然減らないんですよ。いろんなところで、お笑いに皆さん先生方が出向いてくださるんですけど、もう一度ね、年に一度大払いっていうのがあるんですよ。これね、12月なんですけど、毎年ね。これなぜ始めたかっていうとね、UI 大払いの起こりは、絵を出してってください。この絵をですね、これ絵を見ながら皆さん聞いてください。UI がまだ創立間もない頃に遡ります。見えない世界を追求し真実にたどり着いた創建先生は、全国を飛び回り、見えない世界の影響で悩める人々を救っておられました。依頼者が増えていくに従い、もう一度創建先生にお会いしたい、お礼を伝えたい、元気になった姿を見ていただきたいというね、遠方から熊本の UI 本部まで来られる方が出てきました。毎年増えてるんですよね、こういう方がね。しかし毎日が出張続きの創建先生ですから、なかなかお会いすることができません。そのようなことがあまりにも増えてきたため、創建先生にお会いできる日を、感謝を直接お伝えできる日を作ろうということになりました。これが UI 大払いの始まりなんです。そうなんですね。そしてですね、せっかく遠くから遠方から来られたのだから、何かおもてなしをしようという創建先生のお気持ちから、手料理や餅つきやさまざまなイベント、そして見えない世界からの特典として、汚れ落としや汚れたものを落としたりね、来年をより良い年とするべく後押し、いわくつきの品を処分するお焚き上げなどを行うようになっていたのです。これはね、大払いの今夜始まりなんですけどね。自分もね、2年続けて呼ばれましたけど、非常にね、壮大なね、素晴らしい行事ですよね。皆さんね、UI の地って山に囲まれてるんですよ。非常にパワースポットじゃないか、そういうエネルギーがどんどん循環して回るらしいですね、この先生方のこの力によってね。でそこにいると非常に皆さんね、新鮮な気持ちにどんどんなっていくわけですよね。でこの丸一日、前の日の前夜祭からね、約2日間にわたって、本当にね、皆さんがすごくね、魂がもう現れるっていう、そういう思いで、この後自分も地を後にしましたけどね。そんなことで UI6S 熊本です。皆さんぜひともこれ、いろんな方がね、会員になってます。もう自殺願望、生きるもう全く気力をなくなった、そういう方が全てこの UI で救われてます。非常に皆さん、これ素敵な素晴らしいところだと思いますよ。 UI6S、ぜひ皆さん、ホームページを一回開けて開いてみてください。よろしくお願いします。さあ、このね、仮面ライダー出してもらいましょうか。ジンジン、神々、神々と書いてジンジン。仮面ライダーね、これもう限定なんですよ。限定100体ですか。これ一回去年でね、これ締め切ったんですよ。もう一回これ応募してね、
最終だと思いますよこれ、33万です消費税入れて定が、まあ、安い高いはね、買う人の気持ちなんですけど、宮内宏さんの、サインもこれ入ってますね、仮面ライダーこれ見事なね、アクリルのすごいね、ケースに入ってますよねこれね、皆さんこれを見た、武蔵県の映画に生きるを見た、このトリガーズリーを見たっていう方は多少は、まあ、1割ぐらい安くなると思うんですよね、まあ、それでも大きいと思うんですよね、30万切ればね、これね、ぜひと皆さんこれもう数に限りはあります、本当にね、こういう非常に、なんかもうコアなファンがいらっしゃるじゃないですか、非常にね、これ世界ここしかないですから、これ、この肖像権とか全部原作権利も全部このライネスがちゃんと取得してね、作ったもんです、東映も全部認めてますから、そんなことで、神々人事、感謝とかねいろんなのが出してますよ、その時に応じてねいろんなこれ使えると思うんですよ、これですまさにね出てますね、ねおめでとうとかね、なんか嬉しいもんですよ、こんなのをもらって書いてあったらね、中身はね麦焼酎入ってるんですよこれね、非常にね美味しい麦焼酎です、神々に書いた人事、株式会社ライネス、くれぐれもよろしくお願いします。さあ、今日はね時間じっくりあるんでね、アクルで行ってみましょうか、アクルデっていう会社ね、非常にねもうすごい優秀ある会社なんですよ、今年で135年目かな確かね、グループ会社、まあ、松本会長っていうのがまあいらっしゃるんですけど、松本グループなんですけどね、日本国内23社海外含めると30社、海外に7社あるんですよ、パキスタン、バングラデシュ、オランダ、香港、中国、アメリカ、イリノイ州、シカゴ、コロラド州、デンバーとね、これを全部支社がありましてね、含めて30社ですかね、1社が日本本日ね紹介するのはそのうちの1社ですか、アコルデなんですけどね、グループ会社の世界一の会社がね1社あるんですよ、道着あるじゃないですか、空手着とか柔道着、空手着、これが世界一の会社なんですよね、日本一の会社が4社ありますね、まあ本当にねこのアクロで素晴らしいのはこの会員になるとねリゾートホテル、エキスブチェーンってあるんですよ、エキスブホテルっていう、これ有名なんですよね全国の、この会員に自動的になってね会員価格で泊まれるんですよ、非常にこれはねもう特権ですよね、普通ねまともに泊まったら20万のホテルが1泊ねもう全然安い価格で泊まれますよ、確か2万かそんなもんじゃないですかね、1割10万のホテルが12、3万とかそんなもん、あじゃあ1万2、3千とか、確かね自分ねこのアクロデの会員になる前からここ泊まってるんですよ、VIP の原田社長がこれ一番上のね会員になってるもんでね、結構いろんなところに泊めてもらって全国ね、エクスビは素晴らしいですよ本当ね、ご家族皆さんでぜひともね休み取った時に行ってもらいたいですよ、山を切り裂いてね作ってるんですよほとんど、非常に空気がいいしね、まあ、ゴルフやる方もゴルフ場もありますしね、ご家族でここでゆっくりなさってもね非常に素晴らしいですよ、縦白なんていうのはね周りにいろんな美術館とかねいろんな見るものも豊富にありますからね、非常にね空気もうまいしね、夏なんか行くと涼しいしね、軽井沢なんかでもありますしね、これ皆さんぜひとも会員になるとこういう特権がついてきます、ぜひ皆さんアクロデの会員になってください、これね商品も素晴らしいですよ、クラブプラチナムっていうねなると、このプラチナムっていうのはあなたの人生に輝きをっていう意味があるんですよ ねいいですよね、 あなたの人生に輝きを、ラフェスタっていうのはねパーティーっていう意味なんですよ、この一手に引き受けてるラフェスタっていう、島倉社長が代表取締りなんですけど、このラフェスタっていう意味はパーティーっていう意味なんですよ、皆さんで楽しく仕事をしていこうっていうね、非常にね皆さん明るい方ばっかですよ、これね究極は素粒子エネルギーをね商品に入れることに成功した城田先生ですか、この先生があってこそこの素粒子がいろんな商品に入れることに成功したんですけどね、
今 5G がほとんど出回りましたね。この 5G のね、悪いあのアルファ、ベータ波あるじゃないですか。この悪い波長をね、いい波長に還元して変えていく効力を持ってるんですよ、この素粒子っていうのはね。このアクロデから出してるあのステッカーがあるんですよね、エナジーステッカーっていうね。これちょっとあの動画出してもらいましょうか。50のスマホ電磁波から脳を守れ。スマホによって生活は便利に。でも便利なものには落とし穴が。 3G ガラケーと 4G スマホでこんなに違う。まずはガラケーを近づけてみるぞ。少し揺れるのね。これをスマホにすると。こんなに違うの？そうだ、 3G と 4G でこれだけ違うんだ。これが今やもっと強烈な電磁波の 5G が始まろうとしている。技術の進歩は結構なことだが、本当に必要なのか真剣に考える時期に来ているんだ。ところで、あなたは？俺は電磁波の危険性を伝えるためにやってきた怪獣ノゴジーだ。ノゴジー？ノゴジーだ。そんなことより電磁波の話だ。今、5G が人体に重大な健康被害を及ぼすという研究結果が相次いでいるんだ。聞いたことないけど。それはそうだ、日本では報道はおるか議論さえタブーとされているんだからな。何それ、どうせネットのフェイクニュースでしょ。本当のことだ。2011年には WHO がスマホの電磁波は発がん性が疑われると警告を発表。2017年にはカリフォルニア州の公衆衛生局が脳を電磁波から守るためにスマホを体から遠ざけようとのガイドラインを発表しているんだ。発がん性が疑われる、スマホを体から遠ざけよう。WHO が言ってるの？でもこれって 4G のことなんじゃ。そうだ、 4G の段階ですでに危険性が確認されているからこそ 5G の導入に反対しているんだ。さらに電磁波の影響は大人よりも子供の方が大きくなることが立証されている。だからスマホを子供の近くで使うのは絶対に NG なんだ。私やっちゃってるんだけど。すぐにやめろ。ちなみに 4G の電磁波はお前たちが便利に使っているレンジと同じ電磁波なんだぞ。それなら安全なんじゃ。レンジは温めるだろ。スマホで電話するということはレンジの電磁波で頭を沸騰させているようなものなんだぞ。いや、それはやだ。そして 5G は 4G の10倍からそれ以上の強さの電磁波を利用するんだ。そんなに強くなっちゃうの？さらに 5G は直進性が強く障害物を越えられないんだ。それがどうかしたの？つまり今まで 4G では1個の基地局で賄えていたエリアに 5G では十数倍もの基地局を設置する必要があるんだ。それってただでさえ強くなった 5G の電磁波を大量に浴びてしまうってことだ。これはさすがにまずくない？そうだ、生物にとって極めて危険な状態になる。オランダやアイルランドでは少しでも障害物をなくすために街路樹が伐採されているんだ。そんなことして大丈夫なの？街路樹は都会のヒートアイランド現象を緩和するために植えられているんだから、当然その木を切ると温暖化が進んだり CO2 の問題など様々な影響が出てしまう。大問題じゃない。どうして今までニュースにもなっていないの？テレビやマスコミはお金で動くからな。スポンサーにとって不利益な情報は絶対に流さないんだ。 5G の市場は年間1兆円を超えると言われている。これだけ大きな利権が絡んでいるんだから企業も躍起になっているんだ。1兆円。これだけの危険を伴う 5G は本当に必要なのか、そうまでして安全性が証明されていない 5G を使いたいか。いいえ、
私は 5G なんかいらない。 4G で十分よ。俺たち 5G 反対同盟は 5G の普及阻止と日本の未来を担う胎児、幼児、学童の安全確保のために活動しているんだ。まずは 5G について正しい知識を学んでくれ。 5G 反対運動のメンバーに登録してくれた人には 5G に関する最新情報を届けているぞ。そうね、まずは 5G について知らないとね。そして 5G なんかいらないと少しでも思ったのなら、ぜひぜひこの漫画を拡散してくれ。 5G 電磁波から子供たちの未来を守ろう。どうもありがとうございました。これ、ね、今あの絵でマンホールって出てました。電波ね、確かにマンホールとかいろんなところにね、あの設置されてるんですよ。これね、嘘じゃないんですよね。あのあくまでもこれね、妨害してるんじゃないですよ。これ事実ですよ。これね、 5G ってのはそんだけ人体に良くないんですよ。あのどうしてもね、あのテレビもそうですけど、スポンサーがあっての番組なんですよね。これもそうじゃないですか。スポンサーがあっての番組なんですよ。だからスポンサーの商品をけなすようなことは絶対しませんからね。成り立たないですからね。だから要はテレビ局、いろんな大きな媒体にスポンサーがついてると、このスポンサーをけなすイコール企業、あのその局が成り立たない、お金が入んない、いかんじゃないですか。だからこれは持ち上げますよね。でも一般国民は見る視聴率上がろうが上がらないようが関係ないわけですよ。まあ上がったに越したことないけど、あの視聴率だってある程度もうできてるんですからね。ある程度うまくね、純粋に視聴率ってあれ 100% じゃないですからね。みんなうまくできるやつなんですよね。だからこれに関しては一般市民はどうでもいいわけなんですよ。これね、ある安倍博さんがね、動画ちょっとまずいから出しませんけど、やったね、これいいシーンがあったんですよ。なんとかドラマ忘れましたけどね、視聴率があったドラマなんですけど、まさにね、国民はね、今のままバカでいるって言ってもらいたいと、馬車馬のように働いてもらいたいと、それだけ離婚になるとまずいと、企業を守ってる、企業はいくらでもこういうのをいっぱい出して、あ、ドラゴン桜って言うんですね。ドラゴン桜の中で素晴らしいシーンがあるんですよね。でも、よくこういうシーンをね、OK できたと思うんですよね。この監督素晴らしいですよ、プロデューサーもね。こんな映画をどんどん作ってもらいたいですよね。まあ、最終的にはこれはフィクションですっていう、そういうのをね、入れるんでしょうけど、でもまさにね、まさにその通りだと思いますよね。このね、電磁波っていうのはね、ベータ波ってあるんですよ、荒波。ベータ波っていう体とかいろんなものによくないのを出してるんですよ、常に、ね。ベータ、これをね、還元してって、どん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 還元してって、アルファ波にね、デルタ波に変えていくんですよ。体にすごく害のないデルタ波に変えていくんですよ。こういう作業がある、作業っていうか作業してくれるんですよ、このステッカー。ちょっとアクロデのステッカー出してもらっていいですか、商品の。大丈夫です、当てなくて。自分もね、携帯に漏れなく2枚貼ったり3枚貼ったりしてるんですけどね、これ真ん中のあるじゃないですか、ステッカー。これ何枚、12枚結構入ってますね。24枚、24枚入ってるんですよ、ね、24枚入ってて安いですよ。6000円ちょっとだと思うんですよね、価格はね。これって期限がないんですよ。消費期限とかそういう期限ついてないです。貼っちゃえばずっとも電磁波をそういう方向に変えてくる働きがあるんですよ。このね、もちろんエナジージェル、これが基本なんですよ。これは非常にね、自分の家にだいぶこれも置いてありますよ。部屋のいろんなあらゆるところにこれ置いとくと、やっぱね、特に寝室、皆さん寝るところにこれいっぱいもう使って空いたら置いといてください。寝てる間にどん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 いいエネルギーが還元してね、免疫性強くなって人体に悪いのをどん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 循環させていく作用を持ってますから、これ非常にね。で、言った通り、これね、男性自身にこうかぶせておくとかね、風呂上がりね、たけしさんが一番好きだと思うんですけどね、こういうことをするとか絶対ね、いいと思うんですよ、これね。本当その機能も、年いくとみんなね、調子悪いんですよ。おしっこのキレが悪くなったりって、
これはやっぱり例えばいくつかね、寝るときにちょうどお尻のあたりにこう来るように敷いといて寝るとかね、寝てるうちにどんどんこう素粒子エネルギーがいろんなことで体に影響を及ぼしてってね、よく還元してってくれるんですよ。田口さん急にこれね、まあ若いから必要ないけどな、これね本当ね素晴らしいですよ。ベージングリキッドってあるんですよ、お風呂に入れるまさに浴用剤。これなんかもね全然違いますよ。お風呂にこうゆっくり浸かるじゃないですか、これを入れてね、よくかき混ぜてね、ゆっくりそんな熱くないお湯でね、人肌ぐらいのお湯でゆっくり浸かってるとね、どんどんこう還元さなんですよ、これエネルギーがどん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 素粒子が入ってってね、で悪いのはデトックスで汗とともに出ていくしね、毛穴からどんどんもう人体の奥までこう突き抜けていくんですよ、素粒子がね、非常にね素晴らしいですよ。右の上ですよね、ベージングリキッドね、これね。あとこれ金箔とかあるじゃないですか、よくねいろんな化粧品に金箔入ってるのあるじゃないですか、で表面からね毛穴に入っていくんですけど限界があるんですよ、奥までどうしても入んないんですよ。でその上に例えばね、うちのね化粧品も金箔入ってるのあるんですけど、例えばね普通の化粧品で塗った場合ね、その上からこのエナジージェルを塗るんですよ、これが上からどんどん押し込んでってね、細胞の奥までこう一緒にこうくっついて入っていくわけなんですよ。こういう効果があるんですよ、素粒子っていうのはね。だとりあえずねこの素粒子エネルギーは素晴らしいですよ。このアコルデの商品はほとんど入ってます。もうこの篠田先生がねもう常にこういうのを入れて、まあこれからもどんどんね素粒子の入った商品を開発していってもらうとありがたいですね。今年コロナが落ち着いたと思うんですけど、中国全土の漢方園に入ることがほぼ決まってます、このジェルですね、まあ、すごいことですね。海外もどんどんこれねいいものを広げていってもらいたいですよね。世の中ってねいい商品がいっぱいあるんですよ。何を使うかその人の体に合ったもんでいいと思うんですよ。ただ素粒子ってのはこの会社だけなんですよ。素粒子エネルギーが入って人体にどん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 入っていってね、いい影響を及ぼすってことはね、寝てる時に入るのは大きいですよね。あと車運転する人いるじゃないですか、これをねだからステッカーをハンドルに全部あるとかね、あとはこういうのを開いたのをね車の中に唯一置いとくとか、電気とか電磁場が半端じゃない、要は走る顔系って言われてるもあるんですよ、車って。特に電気自動車ね、企業はね国民を守らないですよ。企業はとにかく儲かればいっぱい政治現金でも何でも税金でも収まるじゃないですか。個人はね、がんだろうが白血病だろうが死んだって、もうそんなの国はどうでもいいんですよ。もしそうなったらまた医療機関に行くわけじゃないですか。で医療ってことはそういうね新薬作ったりなんかするのに国とこうやっぱり利権絡むんですよ。だから本当にいい薬ってのは出さないらしいですよね、治っちゃうと金にならないから。だからとにかくそういうのをまた開発するために国が儲かると、だもうみんな悪循環の繰り返しになってるんですよ今の現状ね。これあくまでもこうじゃないかってことですよ、あくまでもね。この番組ね、こうやってある程度言い切ってますけど、あくまでも皆さんこれ本当にね気になる人はとことん調べてみてくださいよ。ネットでも何でもいろんなのが今世の中いっぱい出てますからね、調べてみて自分なりにね、あこういうことかっていうこれね考えを持つこともいいことだと思いますよ。このアコルデね、これあの社会貢献もしてるんですよ。プロジェクトをいろいろ組んでね、カンボジアとかね、そういうところにね、貧しいところにいっぱい貢献したりね、してるんですよね。とにかくね、このアコルデってことは素晴らしい会社ですよ。カンボジア支援プロジェクトを発足させ、現地に足を運んでるんですよ。子どもたちに教育や村を、産業、すべての人に笑顔を、花を咲かせたいってこと、スローガンでね。カンボジアで、ね、靴を履いてない人がいるんですよ今だにね、貧しくて靴が買えないと裸足で、そういう人のためにね島倉社長自らカンボジアを訪れてね、子供たちに靴はもちろんブンブンお菓子などをね直接手渡しなさってるんですよね。よく団体にね寄付すると行かない時が多いんですよ、どこで金使ってんのっていう。だから皆さんこれを知っちゃうとね、直接自ら行ってね、その直接そこに寄付してる方が今増えてますよね、正直言ってね。だって日本なんとかとかいろいろあるじゃないですか、なんとか十字とか、そんなんだって結局寄付したお金は 100% いっちゃったらなんで食っていくのってなるじゃないですか。寄付したお金で食ってるわけですよ。
だからで1000万寄付したらおそらく3割4割引かれるわけですよね。1000万寄付したら400万をその団体に入れてそれで運営してるわけじゃないですか。そんなのじゃなくて1000万まるまる寄付したいと、そういう人は自ら現地に訪れて現地の人に渡してますよ。これね、今後そういうふうにやるべきだと思いません？で余分なそんな団体いらんですよ。悪いけどね、本当思いますよね。渡したい人は直接現場に行って渡してくださいと、これが一番素晴らしいと思いますよね。これからどんどんそういうふうになると思いますよ。だって3.11 のね、大変な、ね、もう震災だって現地にいろんな寄付を送ってますけど、直接送った人は、ね、現地の皆さんに渡るんですけど、ある団体を得て、特に現金の場合ある団体を得て送った場合は 100% まず行ってないですよ。これ当たり前のことですからね、本当にね。これは皆さんよくもう一回ね勉強してくださいよ。これ世の常ですよ。これうまくできてますからね、世の中はね、そんなことでちょっと横にそれそうになりましたので、アクロではね社会貢献もしてるし、本当ね素晴らしいですよ。皆さんぜひアクロで商品をもう一回ねホームページで見てくださいよ。これ、体にね、自分ね実はねちょっとねえらいこれ痛かったんですよ。もうこのところね心筋梗塞じゃないかってね心配してね、このジェルをねごぼっとこの痛い患部と前の胸に塗ったんですよ。3日後ね塗るとやっぱり違うんですよね。あんだけ痛かったら塗るとだいぶ還元されるんですよ。ただこれあんまりなかったんでね、それ医者行って精密検査を受けたら、とことん受けたらね心筋梗塞の疑いは全くないですと。トレーニングやりすぎて筋肉が断裂になりそうになったと、こんな腫れてたと、それが神経を触って前までえらい痛かったんだって言われましたね。年を考えてくださいって言われましたよ。皆さんあんまり何でもやりすぎはいかんですね。そんな時のこのエナジージェル非常にねもう切っても切れないです。このエナジージェルはね素晴らしいですこれね。そんなことでアコルデラフェスタ皆さんよくもう一回ホームページ見て、いろんな商品出てます。化粧品もそうです、シャンプーもそうです。シャンプーね匂いもすごくいいんですよ、香りがね。シャンプーね非常にね、素粒子がどんどん入ってて、まあ、白がなくなりたいんですけどね、自分もやっぱり白が出てくるんですよどうしてもね。こういうシャンプーとかね、パックもあるじゃないですか、素粒子が入ったこのパックね。もうこの枕もあるしね、非常にちょっと枕はね、高額なんですけどね、とにかく城田先生がね、こういう商品に、素粒子エネルギーをどんどん入れてもらってね、商品として世に出してるんですよね。これはラフェスタ一手にラフェスタが販売引き受けてます。こういう商品はアコルデだけですから、そんなことで皆さんアコルデラフェスタエナジージェル素粒子エネルギーが入ってます。ぜひと皆さん、よろしくお願いします。もう一家に一個じゃなくて個人に一個、これ個人に1個どこ行ってもね持ってってもらうと、非常にねあれぶつけちゃったよく青タンになるじゃないですか、ボコって塗るんですよ、まずなんないですよこれね。ほんとこれね素晴らしいですよ。いろんなね使えますからね、まさにねエナジージェル様々です。ぜひともよろしくお願いします。さあ今日はね時間早いですけど、このエナジージェルのラフェスタ4月の2日郡山市中央公民館で十川の下でプレミアム上映会やったんですよ。本当ねお世話になったね皆さんね会員の方ですか、もう本当にね皆さんよくね人集めてくれてね、食事会もやって盛大に開催していただいてね、結城さん、柴倉社長、本当にありがとうございます。あと現地で鈴木さんですか、現地で本当に何から何まで借りてくれた鈴木さんですか、本当鈴木さんもこの場借りてお礼をしてもらいます。本当にありがとうございます。どうも。さあなんか入ってきてるのかこれ、あ武蔵さん、エナジージェルを長く使ってると思いますけど一日何回使ってらっしゃるんですか。自分はね寝る前ですか、寝る前にこれ頭の脳天とこの後ろとこれと、まあ、あとこの目がねやっぱり疲れるんで目の周り特にですかね、
あとはこの総計部とチンチンは最近塗ってないですよ。あ、もったいないから他に塗ってます、拍手。また竹内だな。だってこの前でね、素敵な衣装着た人、帰ってきた竹内さんがすごいなって言ったと。ね、やっぱ竹内さんさすがだな、もう。ね、なるほどな。まあこれ横にそれちゃうとまずいけど、これ本当ね、それだけね、エナジージェルってね、何使いたい？ジェル。買いになって使えば、これ絶対いいよ。若いね、皆さんが使ってくれてね、一生懸命言ってくれると、もう説得力あるよね。若くてもこんだけ素晴らしいと。もっと若くてキンキンになったって言えばすごいことだよ、これね。これ真面目な話よ。本当素晴らしい効果、あるから、これはね。だそんなことです。すいません。なんか、矢部さんですか？すいません。矢部さんという方、そんなことで。自分はそういう1日2回です。あと、起きてシャワー浴びて出かける前にも塗ってますね、これね。とにかく、まあね、自分も若くないんで脳梗塞とかなりたくないですから、やっぱりね、心筋梗塞とかね、血圧もちょっと高めなんでね、これでなるべくね、頑張ってますね、使わせてもらってます。そんなことでもありがとうございました。さあ次に行きましょうか。あ、これね、今月の16日福岡でもやるんですよ、お試写会。ちょっと見てみましょうか、予告編を、10日の下で、はい。おい、兄貴、どうしちゃったんだよ。あん時の昔の兄貴は一体どこ行っちまったんだよ。あんな今更うずさまこっててよ、なんでこんな吠えなくなっちまったんだよ。なんでこんな情けなくなっちまったんだよ。兄貴、なんで命があるだけありがてえと思わねえんだ。コウさん、あのうち取り壊すって決まってから目に見えて酒の量増えてんだ。また漁師始めても今まで通りにはいかないだろうし、男の意地っつうか、竹さんにカッコ悪いとこ見せたくないとか思ってんのかな。別にいいじゃん。自分は漁には出ないけど、お前は頑張れってなんで言えないわけ。もうお父さんがどうこうする問題じゃないでしょ。遠き愛の果てに、あいつらの顔は二度と見たくない。秀樹ちゃんが帰ってきて今の兄貴のこの姿見たらなんて思うかよ。自分の殻に閉じこもって弱気で叫びたりのクソジジイになり下がった今の兄貴のこの姿をよ。生きてんだ、生きるってすごいんだよ。悲しみを乗り越え強く前向きに生きる人の心には、あの日から一歩も進めないもう一つの時が流れている。コウさん、おい、コウさん。トコハの下で魔じゃない。たとえ離れていても変わらない思いがある。どうもありがとうございました。トカの下で魔じゃないんですね。鈴木佳代子さん、だったですね、確か。佳代子さんですね、本当ありがとうございました。16日福岡で、もうやりますんで、皆さん最寄りの方はぜひ、いらしてください。福岡です、福岡市ですね、これもよろしくお願いします。どうも。さあもう時間もあっという間ですね。まず殺処分の出してもらいましょうか。あるね、議員さんがこれね投稿したんですけどね、これですね。保健所とかあるじゃないですか。
愛護施設とか国が運営してるんですよね、我々の税金で。大体犬はね、保健所は捕獲できるんですけど、猫は捕獲できないんですよ、法律上ね。だから持ち込まれるんですよ、もう飼えなくなったとかね。でこれ大体1週間とか期限付き、命に期限をつけるんですよ、この団体は、職員はなぜか命に期限をつけて、でその間に里親見つからなかった場合はガス室です。ガス室ってことは送ってとか、第二次世界大戦、アウシュビッツ、ナチスドイツがあったアウシュビッツとかホロコースト、毒ガスで、相当人間を殺しましたよね。これと全く同じことを日本は継承してるんですよ、しかも我々の税金で。どうですか、これ二酸化炭素で苦しんだ末に死んでいくんですよ。もう生まれたばっかの犬とか猫とかみんなこれ殺されて、で最後にね、何分かずっと二酸化炭素を出しといて、で、それでも時間経ったら下がバカッと開くんですよ、下がね。で下に落とされて、焼却されると。まだ死にきってない犬猫は生きたままこのままもう焼却されるんですよ。でこれはもう粉になってね、もうゴミとして処理されるんですよ。これが毎日行われてます、今の日本で。これ皆さん知らない方いるんですよ、このスタッフでもね知らなかったんですよ、これね。さっきね打ち合わせしてびっくりしましたよね、これね。ねえ、これ本当、これ事実ですよ、これ。いつまでこんなことやってんですかね。ただね、一つ言えるのはね、法律を変えない限り無理だと思いますよ。結局ね、毎年ね、いろんな議員さんも頑張って動いてくれてね、重くなってんですよ。結局虐待した場合は罰金が重くなったりね、でもね、誰も根本的に法律で対物扱いっていうことに突っ込んだ人間は誰もいないです。この対物扱いを変えませんかって訴える議員先生は誰もいないんですよ。なぜでしょう。知ってるんですよ、利権絡みで皆さん生体販売とかいろんなことがなんでガッポガッポ儲けてるのが、同じ議員同士で。ここを突っ込んでね、変えなかったら何の意味もないですよ、これ。茶番劇だと俺は思うんですよ。で、ある程度の、もう、土壌に上がってね、国会と同じですよ。ああじゃね、こうじゃやり取りするんじゃないですか、激しく。でも根本的な、ここをね、突っ込む人はいないわけですよ。もう、できですってことを思われてもしょうがないですよ、これ、議員もね。議員生命かけてね、このね、対物扱いを変えようって気になぜなんないかと思いますよね。で、芸能人もよく、テレビなんか出て言うじゃないですか。これ言ったら仕事なくなるからまず言わんでしょ。ほとんどこう手つけないじゃないですか。対物扱いの法律を変えてくれと。我々のね、税金で保健所なんかでもこんだけ殺処分してるんだって誰も言わんでしょ。知ってても言わないんですよ、これ。なぜかっていうと、もう仕事がなくなるからですよ。保身ですよ。自分がみんな可愛いんですよ。唯一この番組は許されてるんですよね。高橋社長が許されてるんですよ、これ。ね、皆さんも OK、 もう言ってもらうと気持ちいいだろ、こんなこと。バンバン言ってもらいたいよ、本当にな。普段言えないことをな。本当思いますよ、これね。声を大にしてね、対物扱いを変えてくださいよ、これね。これね、捨て猫防止会ってあるんですよ。これね、自分のね、友達の大場圭一さんって方が副会長になったんですよ。会長はね、事実も年配の方でほとんど動けないんですよ。大場さんがね、副会長になって、これからどんどん武蔵さんが頑張って動いていくと。町会長のための野良猫講座ってこの本出してるんですよ。ちょっと出してください、これね、はじめに町会、企業、学校、病院などの敷地内で野良猫問題が発生した場合どう対応したらいいのだろうかですよね。今まで猫に関係のなかった人が野良猫問題に初めて取り組む場合、たくさんの疑問が出てくる。まずは野良猫の実態と世論の流れと法律を知っておかなければならない。まさにそうなんですよ、これね、これね、こういう本が出てます。皆さんぜひ欲しい方はこの番組問い合わせしてください。まだありますから、だいぶこれ定期的に出してます。捨て猫防止会っていうのは真剣にね、法律を熟知してね、動いてますからね。一緒にチーム組んでやってます。もう今日もあっという間に時間になりましたね。レスキュー隊のあれ出してみましょうか。で、レスキューでね、こういう猫とか犬をレスキューする人もいるんですよ、世界ね。いっぱいいるんですよ、これ。画面多く出してください、これ。ワンちゃんがね、動物実験から救われたんですよ。音も出してもらって、これ。ね、里親決まって救われてね、
本当動物実験でももう悲惨なことなんですよこれね。こういうところから救ってくれて、よかったねと思いますよこれね。死ぬところだったんですよ、もう生きたまま生殺しですよ実験で。今となった友達も増えたしね、家と呼べる場所があるんですよ、野良じゃないんですよね。With a series of letters and numbers, which was her identification inside the laboratory. Of course, she had no name. よかったですね。体が嬉しいってね、もう衝動が嬉しいって言ってますよこれね。廃止したいですね。廃止しなきゃいかんですよこれね。もうありがとうございますどうも。もう本当にこれね事実ですからね。たまたまこの間ね餌やっててね、飼い主がねあのリードを引いて犬の散歩してる方がいたんですよ、女性ですけど、野良猫にこう追っかけていくんですよ、こう一回りしてこうで車の下に逃げ込んでる、これをもうそのまま一緒についていくんですよ。でもねこれ虐待になるんですよ。だからやっぱりしっかりねリードをねあの掴んでね、あの自分がそんなことできなかったら必ず誰かいるとかね、これは虐待になりますからね。はっきり言って逮捕されてもおかしくないんですよ。で、ね、野良猫だからってことを言うさした、でもそれはもうまともじゃないですよ。野良猫だからってよくこんなセリフを吐いたなっていうね。まあ分かってくれましたけどね、こういう方がいっぱいいるんですよ。とにかく責任を持って犬の散歩もいいんですけど、ちゃんとね野良猫にこうねもうた面白おかしくこうもう生かさないでくださいよ。もうかわいそうですから、彼たちは必死ですよ、心臓ドキドキ言ってね。俺たちがでっかいのにね追っかけられると同じでしょう、逃げるでしょう。もうはっきり言ってね、もう時間ないですけど今日は最後 の動画は無理なんで絵を入れてください、最後のあの動画の時間なくなっちゃったんで、もうかわいい絵を出しましょうか、純粋なね、これです。あ、もうこれ動画時間ないですよ。え、写真を、え、写真を出してください、これじゃなくても、送った、これですね、送っていってもらって、これこれね純粋ですよね。やっぱ動物と人間はね家族で一体したいですよこれね。でっかいのですよこれね、ワンちゃんですね、警察犬なんでしょうね。これ嬉しそうで舌出しちゃってね、本当に顔に嬉しいってね書いてますよ、顔から嬉しいっていうね。もうこれかわいいなこれね、本当ね抱きしめてやるようになりましたこれ、可愛くてね。こんなの本当純粋なんですよ動物は。これ犬同士でね嬉しくてね、これねこれこれ何ですか、リスか、なんかそんなねちっちゃい小動物ですねこれね。本当嬉しいですよこれ。ワンちゃん3匹でこう寝てるんですよ、笑っちゃいますこれね、本当面白いです。布団かけてね、これ最後ねもう時間になりましたけどね、ワンちゃんこれねおんぶして雪の中ですかこれね。俺この目なんかとぼけた目してて可愛いですよこれね、なんかこれこれで終わりですかね。どうも今日ももう今週もありがとうございました。皆さん動物は家族です、可愛がってください、よろしくお願いします。どうも良い週末です。